はい、皆さんこんにちは。郷原信雄の日本の権力を切るの時間がやってまいりました。さあ、253回なんですけれども、今日のテーマはですね、内閣支持率軒並み大幅下落、それでも岸田内閣を支持する人は何を考えているのかと。本当何考えてるんでしょうね。直近のですね、下落はいろいろ伝えられているんですけれども、毎日新聞が非常に甚だしい感じですけれども、支持率が 33% で5月20日21日実施の前回調査 45% から12ポイント下落、これに対して不支持率は 58% で、46% から12ポイントの上昇だったということなんですけれども、まあ、他にもですね、FNN、これはフジテレビ系ですね、支持率が 46.1%、 やや高めなんですけれども、それでも下落しているということで、このフジテレビは、はい、分からないがないんですよね。あ、選択肢の中に、ね、選択肢の中に、なるほどなるほど。だからもう必ずどちらかっていうことになるんですね。支持は高めに出る。支持しないは 49.2% で、3ヶ月ぶりに不支持が支持を上回った。まあ、いずれにしても全体にそういう若干数字の違いはありますけどね、まあ基本的に大幅下落やることは間違いないですよね。これは小原さんどう見てますか。首相公邸、ああ息子さんの長男ね、はいはい、それとマイナンバーカードがね、はい、とんでもないことになってると、もうそれに対して国民 70% もの国民が、こんなもの予定通りマイナンバーカードで保険証廃止すべきじゃないって言ってるわけでしょ。いや、それはまだ進めようとしてるわけですから。いや、あの保険証廃止ってなんか急に出てきて、そういいじゃないですか、あったって。でね、その具体的な政策もさることながら、はいはい、こうやってることがね、もうなんか信用できないと思う人が多いと思うんですよ。まあ、典型的なのは解散の話ですよね。もうなんかね、解散をなんかこう思わせぶりにね、解散を考えてるようなことを6月13日にはちらっと言ったじゃないですか。そうなんですよね、会期末のね、情勢を見極めながらとかって、あんなこと普通言わないですよね。そうですよね、まあ、そういうことを言うと、まあ、天皇陛下の外遊があるからね、なんか16日じゃないかとかですね、そういうことが具体的に広がっていくわけですよね。解散風がわーっと高まったわけですよ。ですね。それだけ高めておいて、翌々日に内閣不信任案が出たらどうするのかって聞かれて、幹事長に直ちに否決するように指示したと。でたらめじゃないですか、何言ってんだと。これ官邸でね、首相官邸でぶら下がり会見で発言してるわけですよ、当然内閣総理大臣としての発言でしょ。あ、まあそうですね、はい、それで内閣不信任案否決するってどういうことですか。そうです、ね、自分たちに対する不信任案を否決するように指示した、いたことでたらめ、議会をないがしろにしてるってやつですか。三権分立っていう、はい、頭がないんですよ、この人には。開成高校なんですけどね。開成高校ではね、三権分立のことを多分教えないでしょ。そんなことないです。小学校で教えるんですよ、ね、小学校で。開成の友達いますけどね、いや、そんな当たり前ですよ。いや、だから小学校で勉強してるはずです。高校ではやらない。そうそう、ここでやらない。ちょっとそれにしてもね、ここのところのね、あの岸田首相の態度ってね、なんかちょっとこう国民の神経を逆なでしてるような感じがするんですよ。なるほどね、はいはいはい。終盤の情勢を見極めたいとか、野党の出方を見たいみたいな感じだったじゃないですか。それ結局どういうことかって言ったら、内閣不信任案が野党から出たら即解散だとかいうようなことを言ってた人がいたわけでしょ。それをまともに報じてた報道もあったじゃないですか。それを念頭に置いて見極めたいって言ってるわけですよ。しかし考えてみたら、内閣不信任案が可決されたんだったら、それは当然憲法69条で解散をするとか総辞職するとかになりますよ。野党の一部から内閣不信任案が出たって言ったって、それ全然関係ないじゃないですか。まあそうですね、まあ可決されないですよね、解散ということと、でしかも勢力から言っても可決されるわけないわけでしょ。そうですね、そういう状況で、あたかもなんかこう情勢を見極めたいって言って、解散も考えてみたいなこと言って、その翌々日には三権分立を無視するようなね、内閣不信任案を否決するように指示したというむちゃくちゃなことを言って、それで解散を否定してるわけですよ。もうなんかね、むちゃくちゃなことを言いながら、もう完全にこうダッチロールしてる感じですよね、もう政権そのものがね。これはね、もう本当に
私は末期症状だと思うんですよ。あ、もう政権として、ね、実際ねこの大幅な下落の背景にあるのはおそらくね自民党のコアの支持者の中でも、うんうん、結構あの右系の人の間にも、はいはいはい、すごい岸田批判は厳しいですよね。なるほどなるほど。あっち系、百田さんとか門田さんとか、はいはい、あの人たちもガンガン批判してるじゃないですか、はいはいはい、だから右左両方から厳しく批判されてるんですよ。じゃあ一体この 33% の人は何を考えてるのか、何を考えてるのか、ね、そこが不思議なんですよ。何を考えてるのか不思議なんですよ。まあ、一つはこう宏池会、古くからの宏池会、広島の人、あ違う、まあ、何にも考えてないんじゃないですかね実は最近のそういう情勢も何も。で、あの安倍政権と違って、うん、安倍晋三氏と違ってキャラ的にはマイルドじゃないですか。まあそうですよね。だからねそんなことになってるとね気がつかないわけですよ。あなんかまあそこそこうまくやってるみたいに思ってあんまり関心を持ってない人がまあある程度いると。なるほど。そういう人だけなんじゃないかもはや。 33% も、そういうことは分からないですよね。40何%っていうね、そんなにね積極的に支持する人がいると思わない。まあそうですよね。まあ、あとよくあるのはまあじゃあ岸田さんを支持しないと言ってじゃあどうするみたいな話よくあるじゃないですか。そう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 。ポスト岸田がいないみたいな。それはあるんですよ本当。それは結局もともとのリベラル系のね、うん、人にとっては、うん、維新は嫌だ。うん、維新は結局自民党と同じような考え方、うん、それじゃあ立憲はどうなんだと、うん、そうですね。まあ、共産党はあんまりその支持しないという人にとってはもう結局、まあ、おそらくその支持はしないんでしょうけど岸田内閣は支持はしないんでしょうけども、かといってじゃあどうするんだということでなんかもう暗淡たる気持ちになってるんじゃないかと。岸田首相のあとじゃあ誰が有力なんだって言われると、うん、今のところ一番有力なのはあれでしょ、河野太郎氏でしょ。デジタルの、でデジタルの味噌つけちゃった。そうマイナンバーカードで、なんか分かる、渦中の人ですから。そうすると一体この日本の政治ってどうなるんだということですよ ね、うん、なるほどね。国民民主党はどうですか、うん、なんだろうこうちょっと維新っぽくなってるっていうか、なんかこうな何を目指してるのかよく分かんないですね。その今の岸田政権になんか結構すり寄ってる感じがあるじゃないですか。まあまああの、まあ、玉木さんご大臣になりたいみたいなね、僕を大臣してくれたらとかよく言ってますからね。ちょっとねタイミング悪いですよね、うん、何もこんな時に内閣にすり寄る必要ないと思うんですよ。いやもともとそうならいいですよ、もともとなら、うん、右系であればもともとはだってリベラル系だったわけですよ、なんでこういう状況でどんどん政権の方に寄っていくんですか、うんうん、ね、うん、そのこういう状況を招いちゃってるのは、うん、やっぱり私は解散権は首相の専権だというようなことが当たり前のようにね、はいはい、そう思われてきたでしょ。あ、そうですね、はい、それ根本的に間違ってるんですよ、うんうんうん、そもそもそうです、ね、うん、憲法は本来は解散っていうのは69条の、ねはい、内閣不信任案が可決されたあるいは不信任案が否決された、はい、そういう場合の解散ということしか本来予定されてないんですよ、うんうんうん、ところが、まあ、そういう場合以外にも、うん、まあ、解散していい場合があるんじゃないかということで、うんうん、無理やり憲法7条の告示行為で、うん、衆議院を解散することっていう、うん、その天皇のね、はい、国事行為の項目があるの でそれだけで解散できるような解釈がまかり取ってきたし、うん、野党側も、うん、まあ、解散してくれることによってその自分たちの支持を伸ばそうというように考えてた野党が昔、うん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 、結構そういうのに乗ってきてたわけですよ。そうですね、うん、だから当たり前のように7条解散が行われてきたんだけども、うん、それでも、うん、やっぱり何らかの解散の大義ということは必要だと考えられてたはずですよ、まあそうですね、国民に問うべき何か重要な問題があるから解散だ、うん、まあ、あの一番典型的な例が小泉、ああ郵政解散、ね、郵政解散ですね、まあ、いやでもそれでもほらでもそれはなんか安倍内閣の時にそれもちょっと大義名分が相当デタラメになって、なんかこうわけのわかんない国難解散とかね、そこからなんですかみたいなやつが結局第二次安倍政権からなんです、はいはいはい、もうその解散の大義なんか関係ない、とにかく自分たちの一番都合のいい時に解散すればいいんだと、はいはい、これを繰り返していくとどういうことになるかっていうと、まず日本の国政選挙って基本的に投票率が低い、うん、そうですね、はい、でそのもともと低い上に、うん、
大した争点もない、うん、その国民にとってそれほど重要な関心もない時に解散するわけだから、うん、余計に投票率が低くなるんですよ。まあ、なるわけですよね、はい、で低い状態で、うん、結局与党が勝つわけですよ。まあそうですね。それでますますその政治の場は、うん、与党と野党の、うん、その格差が激しくなる、うん、緊張感がなくなる、緊張感なくなる政治にね、はい、でまたその都合のいい時に解散をすると、うん、ますますその傾向が顕著になる、うん、で結局それによって日本の民主主義自体がどんどんボロボロになっていったと、うん、ということだと思うんですよね、うん、で結局その安倍政権が8年近く続いて、うん、その後菅政権岸田政権っていう風になった後も、うん、結局同じ状況が続いちゃってるわけです。あ、はいはい、でもその岸田政権、まさにこの真ん中にいる岸田首相という人がどう考えてもね、うん、中身空っぽですよ。それでも結局あのすごいキャラの立ってた安倍晋三氏が首相の時と同じような権力構造になってしまってるわけですよ。で政治に対する失望、無関心というものがずっと続いてしまってる、これでいいのかって話ですよ。だからやっぱりこの人たちに考えてもらいたいんです。私は、岸田内閣を支持する人、何を考えてるんですかね。ちょっとちゃんと考えてもらいたいですよ。あのまあ一つ言えることは、こう投資をしない人はね、損しますから。そう、確実に損しますから。それは要するに税金払ってる以上行使できる、もう本当に大きな権力なので、まあ次に、まあおそらく今回ね、解散見送ったってことでも、いずれにしてもそんなに遠くない将来、そうですね、選挙があるんじゃないかというふうに言われていますから、そこはね、本当に大きなポイントですね、この次の選挙はね。よくよく考えて、危険だけはしないようにしていただければなと思います。それではまた次回。